ひろきですご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。今回も楽しく日本史を学びましょう。えー、前回までは国がどんどんできていってそれがさらに合わさっていって30ぐらいの国になっていったといったようなところまでをお話ししました。中国ともいろいろ国交があったと。 いうこともお話ししましまた今回は国の統一というところにいよいよなってまいります。日本という国が出来上がるその手前まで来たということですね。はい。ということで、えー、今回はその中でも古墳時代をまず取り上げたいと思います。はい。その後 えー、大和朝廷ということになるのですがそではその古墳時代、えー、いつ頃かというと3世紀から4世紀頃ですね各地で古墳と言われる大きな墓が作られるようになります古墳には国の王や有力者これを豪族と言います有力な家来ですね が埋葬されれたと考えられていますこの3世紀頃から7世紀頃まで古墳は作られていました。なのでそこまでを古墳時代と言います。はい、古墳は全国に分布していますが、特に中九州地方から中国地方を終えて近畿地方にかけて多く見られます。古墳は 朝鮮半島南部にも見られこの地域との関係が深かったことが分かります前回一緒に勉強した時に、えー、朝鮮半島の方に渡った国もあったのではないかというようなことをちょっとお話しさせていただいたような覚えがあるんですがそれと関係があるのかもしれませんねはい古墳には いろいろな形のものがあります。円形に盛り上がった古墳を円墳と言います。はい。雪見大伏のような形ですね。はい、<laughs> 四角く盛り上がった古墳を方墳と言います。はい。はい。円墳と方墳が合わさったような鍵穴のような形の古墳を 前方,方円墳と言います大阪府堺市にある大仙古墳は日本で最大の面積の古墳です、はい。右の写真にあるのは大仙古墳です。ここにちょっと門みたいなものがあるんですよね。で入り口となっています。そこから こりがあってこれ水ですここの薄いところは水ですで、水を渡って入り口に入るつまりこっちの四角い方が前なんですねだから前方後円墳となっておりますはい、えー、大山古墳という名前になっておりますが仁徳天皇のお墓ではない なーっと伝えられています、はい、まだ、えー、確定しておりません。はい、かなーと言われております、はい。弥生時代に比べて古墳時代は古墳作りのような大規模な事業ができるほど人口が増えます。これは大陸から牛や馬が持ち込まれたり、 鉄を製造する技術が普及したためであると考えられています。なお、この頃中国はまた国内が乱れたため、邪馬台国を書いたような歴史書が途絶え、4世紀の様子はあまり伝わっていません。ただ、一方で、4世紀から5世紀にかけて、朝鮮半島の北部に、 和の軍隊が攻め入って北部の国、高麗という国と戦ったことが朝鮮半島の石碑に残っています。このように、この当時も朝鮮半島とは盛んに行き来がありました。この行き来というのは もしかしたら日本の一部が朝鮮半島にあったのかもしれないですし、まあ日本の仲間というか、日本からやってきた国というか、そういうものがあったのかもしれませんし、ただ単に朝鮮半島と戦っていただけかもしれません。このあたりは本当に考古学の世界なんで、文字で残っている情報が非常に少ないので、何とも言えないところです。はい。 ただ想像は膨らみますよね、はい、さてその古墳ですが副葬品と呼ばれる、えー、いろんな一緒に入っているものがありました古墳からは鏡や玉ま玉、たま剣などが服装されています他にも埴輪という土を焼いて作られた筒状のものが 発見されていますこれは時代が下ると人や牛や馬家や船などをかたどったものが見られるようになります。埴輪から当時の人々がどのような姿をしどのような家に住みどのような船に乗ったかなど当時の生活の様子を知ることができる貴重な資料です。 これら古墳の副葬品から分かる古墳時代の文化のことを古墳文化と言いますはいそうなんですねビルを作ったりするたびに何か遺跡はないかということで調査が行われたりするんですねそして遺跡が見つかると工事はストップし遺跡調査が考古学者がやってきて 遺跡調査が始まるんですね。それで見つかったものがこれらのものです。これらによって我々は当時、えー、例えば武人と呼ばれるような戦う兵隊たちがどんな服装をしていたのかであるとか、どんな形、どんな体型の馬に乗っていたか、あと、これはおそらく偉い人の家なんでしょうけども、偉い人の家はどんな家だったのか。 船はどんな形だったのかまあさまざまなものを見ることができるわけでありますはい重要な資料です文字のなかったこの時代においては重要な資料でございますはい以上、えー、古墳時代の説明となります国の統一古墳時代を得ていよいよ 大和政権の誕生へと参りますが、これはまた次回ということで、今回はここまでとなります。それでは皆さん、また別の配信、次の配信でお会いしましょう。さようなら。